おはようございます。なんかもうすごい片付けしなきゃいけないから机の上やっと綺麗になりましたね。また仕事しなきゃ。すごい量の片付けがっていうかね、まあ大体こんなもんですよね。昨日の夜ちょっと、唐揚げ作ったんで、今日は弁当これと、鮭に卵焼きにブロッコリーですね。鮭に卵焼きにブロッコリーってね、なんかいろいろ買ってありますが、ひき肉があるな。ミニハンバーグでも作ろうか。ひき肉でね、ひき肉でミニハンバーグで、あとはこれをちょっと煮て、今日は食べましょうかね。鶏を煮ましょう。鶏を煮ましょうね。今日プレーンで煮てみましょう。昨日この間はちょっとなんだかんだで煮ました。なんだかんだ、なんだかんだってなんだよってな。鮭ですね。じゃあ鮭焼きますか。よいしょ。これで昨日も焼いたんだよね。あれなんだっけ、あれ、これね、焼いたんですね、これ。けれども、洗うの忘れてましたね。これがね、ちょっと洗うの大変なのよ。ここがね、僕使わない理由よな、これ。まあまあ、洗えばいいんだけどさ。洗えばいいだけじゃないの？言われるけど。面倒だよね、これ、洗うの。なんか全然できたのか、洗わないでくれないんだけど、でも結構最近のグリルを見ると、ね、上手になってますよね、洗わないでね。うまく作られてるなと思いますよ、最近のグリルね。昔のグリルは鮭を焼きますかね、ここでね。どっちがいいんだろうね、パイサラと。でもあの、好みで焼く場合もありますね。好みで焼くのか、これはちょうど早いんですよね。これもあるんですよね。いろいろあります。ものすごくいっぱいあります、僕の手に。この間見てたんだけど、ちなみにもうちょっと、はい、そうだ、ちょうど出してた。そうなんです、これありますね、これもありますね。これもあるし、これもある。いろいろあるね。結局はどれを使ってんだろうかな。これなんか野菜とかなんか入れてそのまま外になりますよね。これは釣りなんですよね。よいしょって感じだよね。これもあれですよね。なんだっけ、焼き物の板ですよね。これもいいんだけど、こいつら焦げつくとね、ちょっと辛いんですよね。これもまあいいんだけど、やっぱパイザラのあのストレートの感じではかなわないですよね。結局はどれを使ってるかというと、パイザラなくなっちゃったよ。よいしょ。ないね、ないね、ないね。さっきから探してるんですね。あったあった。結局はこれ使ってますよね。これ一番簡単でいいんで。洗うに楽でしょ。熱の伝導もいいし。結局はこれ使ってるんだな。これ使ってみようか。よいしょ。さ
サバイクラうん、ちょっと皮は上ね、最初ね、皮上、うん、ね、鮭をこうやってこっちでやってみましょうかね、今日はね。この火がつかねえのがさ、ダメなんですよ、これついたわ昨日の豆の煮付け、煮しめのラストですね。豆だけ煮ておいて、最後にいろんなものを入れてみますね。これは、いいですね。で、これが、ひたし豆だ。ひたし豆もだんだんコツが分かってきました。ガンと火を入れて、あとはそれが、ガラガラといったところで今度はやっつけちゃいますね。で、ひたし豆とは別にこれはですね、ブロッコリーとウインナーでもやるか。まずは雪平に水だな。この雪平今使ってるんだもんね。これで今よくあれ煮てましたね。この雪平にしよう。まあ考えてみれば雪平ってのはこういくつも使えますよね、料理の中でね。これはやっぱ当たり前のことなんだろうけど、当たり前のことなんだろうけどね、なかなか大変よね。それでもう一丁だ。鶏を茹でなきゃいけないんでね、鶏を茹でるのは六ルーゼにしようか。このビタクラフトにしましょうね。ビタクラフトで鶏を茹でちゃう。よくね、鶏ハムって言われてますよね、いろんな人がね、これ鶏ハムと呼んで、ネットとかなんかでもよく出てくるのがこの鶏ハムですよね。この胸肉、俺胸肉ともも肉の違いがよくわかんないんですよ。逆に覚えちゃったんでねこれ煮るときはね、この皮外した方がいいかもしれない。この皮と肉との間がね、一番火が通らないとこなんでね、ここの間がね残りますよね、生臭いのが。だから僕はここまで剥がしちゃって、よいしょ、塩振ってね、塩に胡椒で、でもこれ水は水の中なんだけどね。水の中で、まあこれはしてもしなくてもいいけれども、落とし蓋でね、このままガラガラと煮ますね。はい、ブロッコリーですね。そっちの方が煮えてきてますね。お湯が煮えて
できたぞベビー、お湯が煮えた煮えたぞベビー。はい、ブロッコリーよいしょ。みんなが来ました。お、お豆が、お豆さんたちがいい感じになってきました。このぐらいまでガラガラってきましたら、このまんまいっちゃん小さいところでそのままいって、この人はどんどんガラガラ、どんどんガラガラね、どんどんガラガラ入りました、どんどんガラガラ入りました。よいしょ、ウイネちゃんは、よいしょ、ウイネちゃんは、ウイネちゃんは、ウイナ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 ちゃんは、ブロッコリーちゃんは、ブロッコリーちゃんは、よいしょ、こんなでだな、もうちょいだな、まあいいか、あげちゃえあげちゃえ。水で取るとき、取らないときがありますよね。それはなぜかと聞かれたら、私はあんまり知りませんね。どん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 か、はい、どんだか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 だよね、どんだかどんだか出てます。はい、玉ねぎを半分ぐらい、使っちゃいます。そう、どういう風にするかと申しますと、この半分の玉ねぎがですな、お、ウインナーが見えてきたんで、オッケー。お、ない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 。ウインナーが見えてきたら、一旦火から下ろして、ここの上ですな。おっと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 、とりゃーとりゃーやりましたね。とりゃーって感じですね。ガラガラ煮て、煮えとります、あっちがね。で、ここをどうやるとこうやって玉ねぎが水切りと、玉ねぎが水切りしたら水切りをガタガタ煮立ってきましたね。水気飛びますんでね、水気飛んでちょっと塩入って、お、ピピピが鳴りました。ピピピが鳴るともうこれは困るんだよね。思わず大丈夫だね。うん、お、一生懸命炒まっております、炒まっております、炒まっております。これピリ辛とかで味付けても美味しいかもね。あ、やってみようか。いつもそんな感じで。夢は夜開く。あ、いかん。これ焼いてんだった。忘れてました。焼いてるんだったわ。そうか、ピピピがそのあの音だったんだね。この先はね、ちょっとマスなんですけど、あんま油が乗ってないみたいね。よいしょ、おお。ねえねえねえ。こちらも。このね、ビタクラフトはこう、これがこう、くるくるって回るんでね。このベイパーなんとかってのがあるんだね。これは、大盛りね。うまそうになってきましたね。うまそうだな。どうしようか。豆板醤でソース作っちゃおうか。でもなんかもったいない。これみたいだな。これでいい。よし、これよし。
で、なんか君もお弁当ったらお弁当って言うんじゃない？これほら、お弁当ったらお弁当だろ。それで、あれだ、これもある。ね。あ、なんか、めんどくさくなってきたね。もう。やめようか、今日はこれで。これガラガラにやっております。ガラ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 ね。あ、見ると、こんなになってますね。こんなになってます、こんな。こんなになってます。ね、こんなで火を止めちゃいます。まあ、あとはこれほっとくと、そのまま、よしよしって感じでね。あ、けどなんか、やっぱちょっと作った方がいいな。よし、じゃあちょっと作ろうか。じゃあこれを、どうしようかな。しょう、こっちに行こうか、今日は。ね、ちょっと炒めましょう。炒めておくれ、僕の心を炒めておくれ。よいしょ。はい、玉ねぎをね、これ電子レンジの場合もありますね。電子レンジだと焦げないんでね、いいんですけど、まあこうやるのが一番早いよね。弱火で軽く色づくまでなんだけど、まあよく色づけることもあるか。まあ弱火かな。それでひき肉、ひき肉をここに入れちゃって、よいしょ。ポン酢だし、みんな入っちゃった。熱いんでね、玉ねぎが。ちょっと今日は豆板醤入れてみましょう。豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ。豆板醤だけだとしょっぱくないんで、塩入れちゃって、ちょっとだけね、塩はね。豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ、かわいいね、ハンバーグに豆板醤入り。はい、これをこいつでいくか。うめ、豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ。あー、いいね、この歌ね。豆板醤入りハンバーグ、豆板醤入りハンバーグ、ね、豆板醤入りハンバーグの歌でした。うめえぞ、おい。発見いたしました。これです、ね、エリンギ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 がここにあります。エリンギがちょっと今日は大きめに切って面白みを出しましょうね。エリンギとなってますね。よし、はい、ここね、いきます。クロスいきます。手をちょちょっと洗っちゃって、あ、いかん、忘れてた、パン粉入れて、パン粉なった、パン粉が入ってるね、ここね。つなぎ、これパン粉使ってます。
お、なんか魚が焼けてる音がします。お、もういいかですね。これちょっと焼けすぎましたね。焼けすぎましたね。これちょっとごま油を垂らしてあげましょう。ごま油と醤油が垂れてますね。いい音がしてます。ごま油に醤油を垂らしました。パイドラだとね、これができるところがいいよね。パイドラですね、これがね。もうちょっと早くやれば皮をすくえたのに。焼き浸しみたいな感じですよね、料理。あの鮭の焼き浸しってのは結構美味しいですよね。焼いてあの醤油のタレの中にボッと込むんですね。まあこのままでいいでしょうね。もうちょい焼けたらおしまいですね。パン粉、パン粉なったっていうのなんだっけ。あ、これ小麦粉だ。最近もう老眼でこういうの見えない。こっちはパン粉ですね。まあパン粉をこのぐらい入れちゃうとまあね、半紙が固まりますから、うん、でこうなったらお弁当に入る大きさをね、最後ちょうどいいぐらいの大きさですから、これはちょっと小さいから、こんなでいいかね。よいしょ、いっこー、いっこー。お、ちょっとでかいですね。4個5個 OK。 魚はもういいだろうね。 OK。これ弱火、魚がもう OK だね。それで魚をもう揚げなきゃいけないね。魚はこっちに揚げましょうか。ほら、ジリ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 焼けてまいりました。ジリジリと焼けてまいりました。セットしたね、カモン、ね、おう、ちょうどいいね。これごま油にと醤油でテリテリってするとちょっと柔らかさが戻りますよね。水分が戻ってきますね。援軍が来ましたからね。援軍到着。ほらここはやかあれだね、これが汚れるだけだからね。どうしよう、あー鮭が落ちた。後でもらえる花道に食べてもらいましょう。ここら辺が大事なところでございまして、今のパイドラはこのまんまもう、ね、まずこの最初はこうやってじわ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 やっとね、やっつけてみます。じわじわ焼けてきたねっていうところで、崩さないようにゆっくりと動かしましょうね。返してあげると、おお、まだ焼きが弱かったね。はい、まだ焼きが弱いようですね。もうちょいちょっとね、まあどうしても破れたらグシャ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 って言うだけだからね。簡単で、
ここでね、じーっと我慢するのが大事なのよ。我慢の子であった大五郎は、我慢の子であったっていうのがあれね、小島先生、元気元気じゃねえよ、死んでるよ、まあ、小池先生だ、あの人ね、そして小池先生、先生、ガラピー、先生ね、昔はね、あんなのね、私が生きてたよね。もうあの、なんかすごいよね。30まで、あれだよね、用意するからさ。よし、もういいかな。なんか今日柔らかかったな、失敗しそうだね。俺が焦げてる、焦げてる、焦げてる、焦げてる。ハンバーグってこのぐらい焦げててもいいよね。またそれ自分のいい、自分にいいように解釈するのね、あなたっていつも誰それ、誰それ。あ、失敗しそう。よいしょ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 ね。別なパイ皿が出てくる。よいしょ、頑張って釣れようやね。みんな釣れておりますパイ皿でね。はい、行きましょう。ゆっくりどんどん、ゆっくりどんどん。これが終わったら、よし、じゃあ今、ハンバーグができてる間に、ちょっと後片付けをしないといけないね。あのまましばらくです、あれはね。あと片付けをしない。料理で何が一番大事かさ、後片付けだよ。ね。わかってますか、そのぐらいのことを。なんで料理できるのかって言うと、後片付けがめんどくせえからだよな。こんなことやりたかねえよ、誰も。でもこれをみんながやることによって使い捨ての容器が減り、まあね、世の中変わるだろうけどさ。そうだね。あ、俺の天敵が来ました、これ天敵。僕の天敵です、これね。うまく入れられなくていつも苦しみました。でも、もう多分大丈夫だね、これね。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃんが始まってますね。今なんかもうハンバーグの音が小さくなってきましたね。今ね、水出てるんだよ、水、水が出てる、水が出てる、水が出てる。ほうほう、これね、全部上に上げていきましょうかね。これ一番最初に使うから、もうここに入れたらね、もうこれで、で、始めが始まります。今日はちょっと面倒なの、卵焼きはやらないことにしましょうね。これで詰め始まるんですね。よいしょ。これさっき、あの、肉を使ったボールですけど、一番最初に洗いましたから、OK。それで、この辺の、僕のやり方ですけどね、こういう、あの、ね、生でない煮込み、その人たちを、揚げてみましょう。ここね。よいしょ、生でないゴミが集まったところで、ミニ袋に入れちゃう。こんなパンナをしてる間に音が小さくなってますから、こっち見てみましょうね。水が出てるでしょ、これがね、困るんさ。水が出てると
いうことは熱が100度以上なんないんで。でもあの火は通るんでね、とってもいいんですけれどもね。こうやって。出しましょうね。で火はちょっと強火にしましょう。このキノコの方の水ですよね。エリンギの方のね、水ね。でハンバーグはもう形ができてます。これね、ほら、ハンバーグこれで出来上がりだよ。簡単だろ。ハンバーグはもう中まで火通ってますから、こっちのやつなんだよね、問題はね。ハンバーグ中まで通ったかはこれで確認します。そういうと火が出てこないと、もう通ってますね。通ってね、十分通ってます。ハンバーグっていうか肉団子っていうかね、肉団子だよね、本当ね。はい、ソース練習したんだけど、結局はケチャップ味です、前にっていうのがしょうがないよね、あの具合に見出せるね。ケチャップにね、あ、かわいいな、ケチャップでね、気をつけて。ここにさっきの汁を入れてあげると、大体いい味になりますよね。で、これで一品だね。はい、今日の一品。うまそうじゃろ。やっぱこの最後のソースのところがね、美味しくなるコツだよね。うん、うめえ。このハンバーグは僕大好きね。なんかあの本当にいろんなソースでやったけどね、これが一番美味しい。やっぱなんていうの、人間がそういう風にできてんだよね。勘弁な。今フランス料理とかなんかいろんな料理で美味しいのもあるだろうけどさ、
毎日食わなきゃいけないんだから。そういう考えだね。毎日食べるもんってのはごちそうなんだよな。それがごちそうなんだよ。手前お金かかってなくてもね。このパイナラは本当良かったんだよね。どこで買ったかわかんないんだよね。ここのアールの感じとか、その他もろもろのことが全部これ最高。神のスイーツパイナラ。これは神さん何でも作ってたからね。世界を作った人だからね。めっちゃすごいね、それで。あと片付けは終わり。終わらねえな、これじゃな。まあいいやね。よいしょって見てあげて。あと片付けしてるとね、あの、なんていうの？うん、うまい。ちょっと最高に美味しいですよ。柔らかい。豆煮出す練習始めた時はうまく柔らかくならなかった。中火で30分だね。ガラガラってやってから中火30分。そんなもんですね。おおよそそれで OK ですよ。ほんでこれが今日のお弁当だ。お弁当と朝ごはんだね。朝昼かな。西日本これから作んなきゃいけないね。多分ね。イワシを食べるでしょ。イワシ食べて、イワシでしょ。こういう感じだね。ちょっと冷えてるからね、醤油でテリテリってした方がいいかな。イワシはね、鮭があるからね。鮭はそのまんま。これは今暑いからね。イワシも醤油でテリテリちょっとやってみましょうか。これはね、僕はいつもします。一晩経ったやつってのはどうしてもダメですね。私ちなみに昨日のあの大豆、これは大豆ね。でもう僕は冷たいうちから入れてあげて、そのまんまよいしょ。私は油がね、油が一晩経ってて、ちょっと美味しくなくなってたんですね。それが何より問題ですから。油がなんて言うんだろう。生返っちゃってるんだよね。これね、一晩経つとね。だからもうこれで、やるよね。そうやってね。弱火にしておいてね。あとは酒が入ります。こんなビネガーの酒もな。こっちだね、こうやってひたひたってなって煮る感じになるでしょ。これであの味がイワシの奥まで入る。サンマとかなんかもみんな僕はこれしますね。サンマだと切り身になってるんで、もうちょっとやりやすいけどね。これも本当は切り身っていうか半身の方がやりやすいですね。テリテリ我が家だとこれはあのテリテリに塩を塗ってくれるんですね。で飛ばすときは平らな方になって、戻すときはこっちになって、テリテリ
そうですね、やっぱりこう、ちょっと。で、まあ、ちょっと、最後、ごま油で、鶏をかけたりしてね。ちょっともうこれで昨日の魚が今日のデリバリーに変わっております。昨日の魚が今日のデリバリー、これはあのテリテリのうちです。じゃあみんな一緒に撮って、昨日の魚が今日のテリテリー、ほう今日のテリテリー、よいしょね。必ず料理って余っちゃうわけだから、その余ったものをどうするのか、そこが問題ですね。そこが問題です。あ、なんかいい香りがするね、これね。これは後で食べましょう。焦げもまた美味しいね。イワシのテリテリ、はい、そうしましたら、よいしょ、形はここら辺までにしとかないと、あの飛沫がこっち飛ぶから、僕はそれは好ましいと思いません。それからここ蓋してから片付けりゃいいじゃないかとは思うかもしれないけど、それはあの蒸れちゃうんで、僕はそれも正しい道とは思っておりません。正しい道、それは一つ。なわけねえだろうな。まあいろんな道はありますんでね、世の中ね。でこんな感じであったかいのが飛んでる間に弁当箱をきれいにして、弁当箱をきれいにして、これ地球環境のためですよね。違うよ、もったいないね、もったいないの気持ち、もったいないってなんだよね。単純コスト計算じゃないよね。単純コスト計算で言ったらもったいないかどうかなんて成り立たないんだよね、あれ。経済学を学んだ私としては、こうもご飯持っとかないとね、あのご飯ついて困るんで、先に盛りましょう。ああ、もう俺には縁がねえものだぜ、このご飯ってやつもよ。本当に糖尿病ってのはもう単純に体の反応だからさ、ね、ただ食わなきゃいいだけなんでね、それだけですよ、それだけ、ね、はい、じゃあ今日の弁当をつめましょうか。ゴーゴーね、ハンバーグ今作りましたね、美味しそう、ほら入った。でケチャップ味のキノコが乗って3つぐらい乗っちゃえ、ノーノーゴーゴー。でブロッコリー、ブロッコリーがマジキリの代わりだ、ブロッコリーね。もう1個ぐらいブロッコリーにしようか。でここにウインナーソーセージ、ウインナーだったダッダッだったーだったそれ違うでしょ。違うの、僕ウィンナーワルツちょっとっけ、あれどんな曲だっけ、ウィンナーワルツって。ウィンナーとウィンナーは違うんだよな。鮭、鮭が乗って鮭乗って鮭が乗って鮭乗って鮭乗って、それでここに昨日の夜ちょっと作った
ね、これは、なんだか肉の方のこれね、豆板醤が入ってるんです。豆板醤エリー、豆板醤エリー、ね、こうやって入っちゃうね。ポテトサラダが入る余裕はないね。いいね。これでちょっとこう切っておこうか。ハンバーグこんな簡単でできるんだから、そんなのあれだよ、そこら辺で筆とめたら買うことないんだからさ。その上これの方が美味しいに決まってる。はい、今日の弁当です。 Very good! ゴンクショー。そしたらここのところにこの人たちは物っていいね。ちょっとこうやって塗っていいかな。で、魚ね、鮭とテリテリを一緒にできますね、これはね。これがどっちかっていいんだな。これちょっと油が落ちてるから、これを拭き取ればここに並ぶね。油が乗ってる。よいしょ、よいしょ。ね、これはどうせこの油だからね、ここに乗せちゃって、この人乗っちゃって、これは昨日の鮭とか卵焼きとか、これはやっぱ魚だね。見つけたね、昨日夜。それがこうやってなんですか。そしたところで、これがノルマ、よいしょ、蓋されました。蓋されました。で、これ乗って、こうやってね、蓋されましたね。で、ここら辺の人がこれでいいんだろう。さあ、これからは勝負の時間です。もっと溶けばね、こうやって洗った時に飛沫が飛ばないですね。パシャパシャと水が飛ぶと味が落ちるんですね。あれは嫌い。俺は何と言ってもそれが嫌いだ。ちょっとほら、もうこれ水蒸気で曇ってきてますね。さあ、これね、わかりました。こっち側が狭くて、こっちが太いですね。で、狭い方を下ね、こう。今までね、俺逆にして、いや、勝率5割ぐらいなんですよ。うまくいくときはスッと割って、お、今日うまいね。お前なかなか素直じゃないなと思ってたんだけど、ダメなときはいくらでも入っていかない。なんか、チェリボリアンドバージンみたいな。失礼しました。そんなこと言ったらね、ほら、何も力を入れずに入っていくね。ほら、愛の力でね。奈良林先生って古いよな。古いかよ、それ。古くと新しいは人の中。ね、ほら、もうできた。解決しました。もう俺、この現実を乗り越えたよ。ね。この現実を俺は乗り越えた。なんか、もう、ここ数ヶ月で、最も嬉しい瞬間だったよね、これ、気がついたのね。などと、バカなことを言っておりましたが、これでもう大体 OK ですね。もう、こいつがね、結構いいですよ。あとで、僕は大抵これ、揚げた後で、こう、裂いてあげますけどね。それで今日はこれ、豆がこれありますからね。お煮しめは多分作るだろうな。何時頃になるか分かんないですけどね。もうそろそろくたびれたんで、一旦はお休みして、ほら昨日飲んじまった。禁酒中のはずなのにさ、2日連続飲みましたよね。いいだろうか、俺の人生。あ、これ何の蓋だろう、分かんない。あ、この蓋か。うちの奥さんは甘酒飲んでましたね。
依存からは抜け出すのは難しいよね。今日は生ゴミの日なんで捨てたりしなきゃいけないですね。はい、ということで皆さんもおいしく朝ごはん食べて今日も一日元気に過ごしましょうね。あ、駅前の喫茶店でパッとハンバーグ食うのもいいよね。みんな乗ったあれ食うのもいいよね。でもこういうのもちょっといいだろ。いいだろ。はい、じゃあ皆さんもお元気に暮らしてください。